コンディション不良のため8月26日に登録抹消となっていた西川。3軍でのリハビリを経て、およそ1ヶ月ぶりとなる実戦は3番センターでスタメン出場となりました。1回、中日の1番高松の打球はセンターへ。いきなりの守備機会も軽快な動きを見せます。その裏、中日先発吉見との対戦となった第1打席、ワンアウト3塁と一打先制の場面。この試合初めてのスイングでバットを折られますが、8球粘ってフォアボール。ツーアウトランナーなしで迎えた3回の第2打席。変化球を引っ掛けセカンドゴロに倒れます。6回の第3打席では初球を振り抜くも打球はファール。この試合でヒットは出ませんでしたが、2つのフォアボールで出塁。シーズンも終盤に入る中、西川龍馬が1軍復帰へのスタートを切りました。